動かすと結構ね、そうですね、ここ出てきてとっても綺麗ですね。ちょっと1センチでも上げると結構違うんで。これって斜めにパネルが貼られてるんで、この面のベースの中にこう溶け込むようにハイライトが入ってるんで、少ない枚数でも非常に効果的かなと思ったんですよ。何ミリですかこれって？1センチぐらいですね。だったら3ミリのスライシングにしちゃうとかの方が、うん、もっとより面のツヤ感が綺麗に出やすいのかな。デザイナーから見る目線、レイヤーが入ってると結構逆にそうそう、なかなかそこからこう話したり当たりたいっていうのがこう徐々にこう高まっていって、はい、まあ普通にこっちの方がシルエットに合ってるって感じしない？そうだよね。ってことはこのシルエットがこっちにあったらもっと可愛いんだなって。耳にかけるのとかをデザインに入れてローライトとかハイライト、もうちょっとね、もう一つ軽さ重さのメリハリがあるといいと思います。なんかこの後ろの重いシルエットに比べて下がなんかちょっとやっぱりちょっとまだ軽いかなって。カラーの毛先のこだわりが気づいてもらってたのが一緒に見ててすごい良かったです。直接ストレートに言ってもらってすごい分かりやすかったし、なんかこれからもなんか営業で活かせるなって思いました。言われた部分が全部別々のところだったんで、それぞれのところですごくためになるお話をいただけたと思ってます。普段やっぱ他の美容師の方たちと触れ合うことがないんで、ちょっと新鮮な感じでアドバイスもいただけるので勉強になります。普段やってることもいつもなんかマンネリ化してるところもあったんですけど、改めてこういろいろと感想もいただいたりすると、今までもやってきたことももっともっと頑張っていろいろ考えて提案してあげたいなっていう気持ちになりました。こっち側にシャープが欲しいので、この中にローライトを入れてるんですよ。上に行くにつれてやっぱりふわっとした印象を見せたいので、チップを細めに、あと間隔も狭めに、ボブ系で耳の後ろって結構重さたまるじゃないですか。そこにハイライトが入ってて軽さが出てて、こうロングをこうやって輝かせるため の、 自分のテクニックというか技というか気持ちというか、アレンジとかもしやすいようにネープの方とか綺麗にこうローライトが三角でこう大きく入ってて、ツヤツヤに見えることでそういう、こう知的な部分とかがこう引き出せたらいいかなと思って、表面はローライトバイオレット系を入れてちょっとツヤ感を出して、で巻いた時に内側からこう透明感が出るようなハイライトを入れました。下の部分に太めでチップを入れて、ローライトは逆にボルドーにレッドとあと N3 黒目のカラーをちょっと混ぜることによって、なんかこうこれこそ本当質感を色で使い分けてるカラーなのかなって。サイドの方に少しパーマをかけて、動きを出したのがポイントです。彼女はまたいろんなおしゃれにチャレンジできて、こういうふうに輝いてずっといられるんではないかなと思いました。だんだんと色のミックスの仕方とかがすごく、洗練されてきた気がして、で髪質がすごく生きるようなヘアカラーが増えてきたと思います。ナチュラル自然な雰囲気に見えるんだけど、そのカラーリストさんらしいカラーリングがどん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 出てきてるような気がするんですよ。まず全体的なレベルが本当上がりましたよね。なんかこうサロンワークの質が多分日本全国今上がってるんだなっていうのをしみじみ感じたし、良かった人は割と軽さ重さのコントロールが割と非常に上手な人で、やっぱり選ばれなかった人っていうのは軽い重いっていうのがはっきりしすぎてて、その辺の差が出たかなって。イメージを今度は質感っていうものに変えていかないといけないんですが、そういった中でやっぱりその質感、ツヤ感であるとか深みであるとか
そういったものをすごく大事にしている作品がやっぱ多かったなと。カットだけじゃなくてデザインだけでもなくて、すごくトータルでやっぱり考えられてるなっていうのがすごくあったんですね。ただまあそれと同時に考えたいんだけれども、まだまだやっぱりトータルで見つけるのはすごくファッション、メイク、質感、カラー、カット、それが全てやっぱり難しいんだろうなっていうのはすごくあったので、カッターとカラリストが、2人で、2の力を出すんじゃなくて、じゃあもっとこうしようとか、じゃあこの方がいいんじゃないかって、どん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 こう相乗効果で良くなっていくっていうのがすごく分かったんですね。デザインがこうお互いがこう突き詰められてて、すごいこう形に合ったカラーリングだったり、そういうこうすごいバランスが取れてたんじゃないかなと思います。カットにしてもカラーにしても、本当にそのモデルさんが素敵に見える品があるような方向にこう徐々に、今回もそうですけど、今回からまたねずっと続いていくんじゃないのかなっていうふうに気がしました。ホイールマークに関しては、そうだな、まだまだいいホイールワーク見てないでしょうっていうところがあって、今日参加なさったカラーリストのゲストデザイナーの方たちの仕事を見たりとかすると、自分はこの仕事がしたいなと か自分らしさ、オリジナリティっていうものは一体何なのかっていうのが見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。